パロマレス米軍機墜落事故は、1966年1月17日に、スペイン南部の上空で米軍機同士が衝突し、アンダルシア州アルメリア県クエバス、デルアルマンソーラのパロマレス集落に、水素爆弾4個が落下した事故である。4個のうち3個は地上へと落下し土壌の核汚染を引き起こし、残る1個は海中へと没死したが80日後に、サルベージされた。 アルメリア県内でのクエバス、デルアルマンソーラの一例戦中のクロームドーム作戦で4発の水爆を積んでいたアメリカ空軍戦略航空軍団に所属する爆撃機 B-52G と空中給油機 KC-135A が地中海の3万1000フィート上空で空中給油中に衝突、墜落した。KC-135A の乗員4名は全員死亡。 B-52G の乗員は4名が脱出した。4個の水爆のうち3個がパロマレス近くの地上に落下し、1個が海中に落下した。地上に落下した水爆のうち、最初に発見された1個はほとんど無傷だったが、他の2個は核爆発せずに、起爆用の通常火薬が爆発し、ウランとプルトニウムが飛散して2平方キロメートルの土地が汚染され、 まるで汚い爆弾のような状態だった。米軍は1750トンの土を除去し、サウスカロライナ州のサバンナ川各施設に運んだ。しかし2011年現在でも、面積30ヘクタールの5万立方メートルに500グラムのプルトニウムが残る。事故直後、安全性をアピールするために、スペインの情報観光大臣、マヌエル・フラガと在スペインアメリカ大使のアンジー・デュークは、 記者の前で海で泳いで見せた。海に落ちた水爆は、米海軍による長い探索の後、80日後の3月17日に、深海探査艇アルビン号に発見され、潜水艦救難艦ペトレルの上に引き上げられた。サルベージ船ホイストで引き上げ作業中、海軍のダイバーカールブラシアが事故で足に重傷を負った。2000年、このダイバーの事故をもとに、 キューバ・クッティング・ジュニア主演の映画、ザ・ダイバーが制作された。パロマレスの落下地点近くでは、住民が農業を続けていたが、2004年に、スペイン政府は2ヘクタールを買収し、2007年までに、フェンスで封鎖した。政府のエネルギー、環境技術センターは、大気中の放射線値は、国際基準より低く、住民の健康にも影響はないと述べている。 しかし、環境団体は政府の安全基準を上回る放射線が検出されたと主張し、2006年には実際に片つむりから通常より高いレベルの放射線が検出された。スペイン政府は買収した土地の回復策と費用分担について米国と協議している。スペイン政府は2006の8年に660ヘクタールを調査した結果、 30ヘクタールで規制値以上のプルトニウムを検出し、場所によっては深さ5メートルに達したため、41ヘクタールを鉄柵で囲った。スペイン南部の海岸はヨーロッパからの観光客で賑わい、パロマレスでは外国人向けの別荘地が建てられている。住民は風評被害を恐れ、クエバス、デルアルマンソーラの市長は政府は安全宣言を出すべきだと述べている。 アン、17、1966、H、ボムズレイン、ダウンオン、ースパニッシュフィッシングビレッジアーカイブド2008年12月3日、アットザウェイバックマシン、ロンヘイズ、H、ボムインシデントクリップルドパイロット、エスキャリア、パームビーチポスト、ジャニュアリー17、2007ハットランドル C、メイデュ、アメリカズロスト H、ボム、パロマレス、スペイン、 1966サンフラワーユニバーシティプレス ISBN 978-089745-2144核兵器事故米軍では折れたやと呼び最優先で対策が行われるアイゼンバットメレル・コーゼルトーマス・ F エンバイロメンタル・レイディアクティバティフロム・ナチュラルインダストリアルミリタリーソースアカデミック・プレス P429 ISBN 0から12から235154から1事故後の現地の不死は朝日新聞の記事による。ありがとうございます。